はい、こんにちは、プロです。今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日のテーマはですね、なぜブログだと稼げないのに電子書籍だと稼げるのかという話をしていきたいと思います。ブログを書いている人はですね、結構、なかなか稼ぐことができなくて困ってますみたいな人もね、多いと思うんですけど、電子書籍を出版するとですね、そういう人も簡単に稼ぐことができるんですね。で、僕のですね、講座を、受けてくれた方もですね、ブログをずっと書いていて、でもなかなかPV 数が伸びないと、もう本当にね、一日数 PV とか数十 PV しかないような人もいらっしゃったんですけど、その方も、電子書籍を出版するようになって、すごくね、急に稼げるようになったと、もう本当に劇的に今までと全然状況変わりましたっていうね、方もいらっしゃるんですね。で、その人も、ブログを一生懸命書いてきてたわけですよ。でもブログだと全然稼げなかったのに、電子書籍になると急に稼げるようになったというわけなんですけど、それはなぜかっていう話をね、していきたいと思います。で、電子書籍もブログも基本的にですね、文章媒体じゃないですか。そういう面では共通してると思うんですよね。特に何かが違うっていうね、そのやっていること自体は一緒なわけですよ。文章を書いて、必要に応じて画像を貼ったりとかね、してやってるだけなので、あとはそれがその本っていう形になってるか、それともブログ記事っていうね、一個一個の記事が単体で存在しているものなのかっていう違いだけなんです。だからブログの記事をいくつか集めて、組み合わせて、順番に並び替えればですね、電子書籍にできるんですよね。でもほとんどの人はそれをやってないというわけなんです。非常にもったいないですよね。その記事、そのままほったらかしにしておいても、結局1円のね、お金も生まないので、そこにね、ブログの記事を書くのに、投資した時間とか労力っていうのは全部、無駄になってしまうわけですよ。でもその記事を、リサイクルというか、再利用することによって、電子書籍として生まれ変わらせてですね、収益を得ることができるわけです。全く同じ記事ですよ。多少その、文章を構成したりとか、ちょっと言葉遣いを変えてみたりとか、そういうことはあるんですけど、書いてある内容は一緒なわけですよ。ブログに書いてある内容と電子書籍に書いてある内容は一緒。にもかかわらず、ブログだと全然稼げないのに、電子書籍になると、なぜか稼げるっていうことがあるんですね。で、それはなぜかっていうとですね、大きく関係しているのが、集客方法ですね。方法と言っていいのかどうかちょっとわからないんですけど、要するに集客の部分なんですよ。これ何が違うかっていうと、ですね、ブログの場合は、自力なんですね。自力でアクセスを集めないといけないと。だけど、Kindle ですね。電子書籍の場合は、Amazon がやってくれるんですよ、全部。これが大きいんですよね。この自力か Amazon かっていう違いなんですけど、さっき僕の講座のね、受けてくれた方の中に、1日数 PV とか数十 PV しかないって方がいらっしゃったってお話をしたんですけど、多くのブログを書いてる人はですね、やっぱりアクセスを集めるのがすごく大変なんですよね。自力でアクセスを集めようと思うと、やっぱりそのすごく記事の内容も、いい記事を書かないといけないし、SEO 対策の知識とかノウハウとかスキルがね、ないと、いい記事を書いても上位に上がらないからアクセスが増えないってことになるんですよ。それを、一生懸命ですね、上位表示を取ろうと頑張って記事を書いても、やっぱりそのドメインの強さとか、そういうもので圧倒的に不利だったりとかね。特にその後発組で、最近ブログを始めたばっかりみたいな人は、もうその時点でかなりビハインドがあるわけですよ。なおかつ、最近ではもう企業サイトの方が圧倒的に優遇されてきているので、どんなに頑張っても、個人のブログではね、1位とか2位を取れないみたいな状況もあるわけですよ。そんな中で必死にこの自力でアクセスを集めようとしても、なかなかうまくいかないんですよね。でも、Amazon で電子書籍を出版すればですね、全部 Amazon が集めてくれるんですよ。アクセスを。で、Amazon のアクセスってすごいじゃないですか、もう。膨大なアクセス。どれぐらいあるのか僕も知らないですけど、でもとにかく、集客っていう、いわゆるビジネスで一番大変なところですね。それを全部 Amazon が代行しちゃってくれるんですね。だから大きいんです。しかも、その電子書籍のいいところは、
一度出版してしまえば、あとは全部 Amazon がやってくるんですよね。うん、だから、言うたらもう完全放置でいいわけですよ。こう電子書籍出版して、ポンと置いとけば、まあ当然手直しをした方がいいんですけど、手直しをしなくても、あとは Amazon が勝手に自分の本を宣伝してくれて、勝手に売ってくれて、もちろん納品とかも全部 Amazon がやってくるんですよね。だいわゆる、まあ、不労所得ですね。これが構築できるんですよ。で、ブログでも不労所得って構築できるんですけど、それはもう自動的にアクセスが来るようなブログになっていればの話ですよね。多くのブログはやっぱり検索エンジンで上位表示が取れてないので、記事を書かないとアクセスがなくなってしまうような状況なんですよ。だから常に記事を更新、更新、更新みたいな感じで、やってなんとかアクセスを維持しているような状態なんですけど、そういうことをやってると、まあ普通にこう、時間の切り売り立ての仕事をしているのと変わらないですね。1時間時給いくらみたいな仕事をしているのと変わらないわけですよ。それだとなかなかこう自由な時間ができないというわけですね。で、不労所得を構築すると、時間ができるんですよ。要するに。働かなくてもお金が入ってくるわけだから、要するにそこで時間ができるわけですね。そしたらその時間を使ってまた別の不労所得を構築するというような形にしていけば、どんどんこの不労所得の、まあ、柱ですね。収入の柱が増えていくわけですね。当然一箇所からこう収入が入ってくるよりも3箇所とか5箇所から収入が入ってくる方が大きくなりますよね。だから1本あたりの不労所得の柱が小さくても、そういうのが5本10本と増えていけば結構な金額になるわけですよ。だからいかにこの不労所得を増やすのかっていうことが大事なんですけど、ブログは不労所得化するのがすごく難しいんですよね。仮に検索エンジンの上位を取ったとしても、まあ、Google のアルゴリズムの、まあ、変更によって、急に検索順位を下げられてしまったりするじゃないですか。そうすると、今まで不労所得で稼げてたものが一気に稼げなくなるということなんですけど、まあ、Amazon はね、Kindle でこうアルゴリズムの変更みたいなのがあるんですけど、そこまで劇的に、ね、こう収入が激減するみたいなことはまずないわけですよ。Google の場合だとね、今まで100万円稼いでた人が翌月には収入がゼロになってみたいなことあるじゃないですか。でも Amazon では基本的にそういうことはないんですよね。まあ多少減ったとしてもそんなにこう劇的にめちゃくちゃ収益が減りましたみたいなことはないわけですよ。だからすごく安定もするしいいんですよね。なので、まあいかにですね、この他力を使うかですよね。これはアマゾンだけに限った話じゃないですけど、いろんな媒体があるじゃないですか、こう、自分の商品を納品できるような媒体。そういうものに自分の商品をポンと置いとくだけで、あとはそこの媒体が全部アクセスを集めてきてくれるわけです。で、その、まあ、もう一つ難しい、その販売っていう部分ですね。販売。いわゆるセールスですよ。もし電子書籍を自分のサイトを、なりブログで販売したとしても、おそらくほとんど売れないと思うんですよ。っていうのはやっぱりなかなかね、こう、見ず知らずの人のサイトから、そういうね、まあ、商品を買うってやっぱハードルが高いんですよね。あんまり信用がないんで、いくらね、いい情報を発信してたとしても、やっぱりちょっと疑いの目を持つわけですよ。でも、Amazon に納品することによって、Amazon の信頼性、信用性ですね、を借りることができるわけですよ。Amazon っていう看板の中に商品を置かせてもらってるんで、もう全然そんな信頼度が違うわけですよね。同じものを売ってたとしても。だから、電子書籍は非常に稼げるってことです。もし電子書籍を自分のブログで売ったとしたら、同じものを。多分ほとんど売れないと思います。それはやっぱりその信頼度が違うからです。自分のブログで売る場合と Amazon で売る場合の、やっぱりその、顧客。側からする、要するにハードルの高さですね。購入ハードルの高さが全然違うわけですよ。だから、まあ、この Amazon をね、使って、まあ、お金稼ぎができるっていうのはすごくいいんですね。なので、まあ、ブログを書いている人は、もう本当にですね、こう、ぜひ電子書籍やってほしいと思うんですね。電子書籍を出すデメリットってないんですよ。はっきり言って。コストもかからないし、まあ、いろいろね、プラスの面はいっぱいあるけども、マイナスの面ってないんですよね。在庫もかからないし。利益率も高いし、一切リスクがないわけですよ。だからもうやらないのはもったいないんですよね。なので、ぜひ、まあ、ブログを書いている人で、特にブログで稼ぐことができてない人は、ぜひですね、まあ、電子書籍出版を取り組んでほしいと思います。で、概要欄にですね、僕のメルマガのリンクを貼っておくので、そのメルマガのリンクから、まあ、メルマガ登録してもらえればですね、電子書籍に関する、
まあ、あの、マネタイズ方法とか、マーケティング手法とかね、いろんなものを、まあ、お伝えしていくので、そこからぜひね、登録してもらって、あの、電子書籍出版に、ね、取り組んでいただければと思います。では、今日は以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございます。